とりあえずはっていう枕言葉でできる仕事じゃねえ、内勤は。そんな甘くねえから。ベリーハードあふれそうな熱い。本田圭佑に見えますね。結構平野翔に似てるとか言われてて。公務員という仕事に退職願いを出してきました。これは採用基準には全く満たさないですね。薄っぺらい嘘ついて女の子に気使わせそう。一番最初って別にそんなできないじゃないですか。入って、まあ、教えていけたらいいかなっていうのは。マジでこれ大阪結構不安になってきた。これちょもらいますね。はい、ついでに名刺の方もちょっと作ってきたんで。待って、びっくりするやつ来たんだけどね。はい、よく言われます。武田鉄矢って書いてあるのこれ。いや、高田鉄平っていう。あ、そっちなんですよ。武田鉄矢ではないです。ではない、はい、アイリエではない。アイリエではないんだ。ではちょっとない。バカとブスは死ねえじゃない僕のことか。よし、はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、年齢の方は、28歳になるんですけど、で、ホストの経験が、大阪の方と、うん、歌舞伎町の方で1年ずつっていう風な感じで、うんうん、内勤を志望しようと思ってるんですよ。内勤なんだ。ふざけんなよマジで。そのめっちゃプレイをしてきたじゃん。何その髪型どうしたの。え、髪型今日ちょっとヘアメで早朝料金取られるんですけど、ちょっと行って。早朝料金どれぐらい変わんの。早朝料金は約5000円ぐらい。そんなおろするんだ、巻いてきたんだ。巻いて。で、希望は。希望は内勤。結構僕変なタイプでして、コアなファンがいるんですよね、僕の。まあ、我々もな、コアファン狙いだから、わかるよ。ニッチを攻めて。じゃあ僕も3人目として、そこのお隣にっていうことで、うん、いいんですかね。あいえい、あいえい。勢いで乗り切れない時もあるぜ。ある。勢いで乗り切れない時もある。となんで内勤なの。熱い思い聞かせてよ。前職がニートって書いてあるんですけど。あ、ニート、はい、もうニートかよ。何してんの今。僕がちょっとうつ病を持ってまして、ああ、まあ、うつ病って書くのもあれなんでニートっていう風に書かせていただいたんですけど。じゃあ今実際働いてないの。ちょっと働けてないっていう風な状況なんですよ。ああ、で、いきなりまあプレイヤーっていう風な感じでやっていくと、やっぱり心身のストレスだったりとか、ああ、メンタルの部分、もあるから、うん、内勤から入って、うん、入らせていただいて、ちょっとずつちょっとずつ自分のできることを増やしていって、うん、で、まあ、内勤からプレイヤーっていう風な感じでもいいんじゃないのかなと思いまして、まあ、それで言うと、まあ、厳しいこと言うようだけど、はい、とりあえずはっていう枕言葉でできる仕事じゃねえ、内勤は。そんな甘くねえから、はい、腰掛けでできるかって言ったらそうじゃねえし、はい、どっちかっていうとそのキャストは我々からしたら商品だから、はい、内勤は本当に運営のもう根幹の部分だから、そもそも認識としては間違えてるかなっていうところはある。あ、俺いいホストがいてもいい内勤なら絶対いい店できないと思ってるから、それぐらい大事なポジションなのよってなってくると、まあ今の認識がもちろん、まあ、価値観を否定するわけじゃないからね、うん、ただ俺はそういうふうに思ってるから、はい、あと分かんない、そのうつ病だったっていうことを別にもちろん否定はしないけど、はい、多分職業で言うと肉体的によりも精神的にめちゃくちゃしんどい仕事だとは思う。あ、うん、それは、分かったつもりで、うん、来させていただいてるんですよね、うん、こうやって。なるほど、まあそれもちろん嬉しいですよ、それは。じゃあありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあな、元気出せよ。あ、帰れ。いい、きつくないっすか。ないありがとうございます。ありがとう。なんだろうね、やっぱ内勤舐めてんじゃねえって感じだな。もうザクラブ大阪に受かったっていうことで、うん、この辺はなんかちょっと熱い思いはあるんでしょうね。まあ思いはあるんだろうなっていうところがありますけど、やっぱり俺らってどうしても精神的にやっぱしんどい仕事なんで、キャストとかも変なやついっぱいいるんで、そういう人言うことを聞かせられるのかなって言ったら絶対無理かなっていう感じだったんで。失礼します。お願いします。じゃあ自己紹介をお願いします。
はい、前川幸喜22歳です。前前職はホストで、うん、自称南のフィリックスで好きなさフィリックス、はい、あ、ストレイキッズっていうアイドルの、はい、全然わかんない分かんないですか、ね、ググってやばいやばい、俺これフィリックス、フィリックス、はい、自称っすけど何それ周りからも言われるってこと？いや一切言われないですね。自分が好きすぎて、あ、はい、よかったよかった、潔いわ、はい、好き第2回でオーディションで出てきたんですよ。あ、そうなんですか。自分に自信があるんだ。どこに自信があるのか聞いて。顔とかも全部すっBTS っていうそのアイドルグループのキム・テヒョンさんのすっぴんに似てるって言われて、なんかメイクしたらテテだなと思って。怒られるぞ怒られるぞそれはもう周りから言われるっていうところでいや、それはさたったったんですけど、いやでも笑顔がね、ちょっと可愛い感じです、ね、あ、ありがとうございます。経験どれぐらいしてたんですか？あ、1年半ぐらいです。あ、売り上げどれぐらい、はい、いや、全然ですね。これ、ガッツリ喋っちゃっていい感じです。いいよ。あ、小、ん？台形80万ぐらいがマックスですね。んー、これからだね、これからだね、はい、そのさ、後期はさ、はい、その日々営業の中とかさ、はい、今このホストになってどういう努力してるの？そうですね、毎日絶対一番かっこいい自分になりたいなっていう、うん、でって美容とか一切怠らずに、うん、まあ、スキンケアであったりとか、まあ、最近肌とか褒められたりとか、うん、容姿も褒められることは結構多くなってきたんですけど、うん、まあ、その自分磨きを一切やめないっていうのはもうずっとやってることかもしれないです。お金がない時とかでも関係なく、その美容にはやっぱ一切お金をかけるっていうか、うん、っていうのは怠らずに一切お金かける。あ、ごめんなさい、フェイントがすごいちょっと緊張してるすごいね、すごい30代2人送ります。え、ちなみにさ、じゃ今は給料どれぐらいなんですか？でも、どれぐらいやろ、もう15から20もらえたらいいかなっていう。あ、で、それで美容どれぐらいかけんの？5から6ぐらいは絶対に。おー、結構頑張って努力はしてるんだね。髪型であったりとか。そっかそっか、まあ、確かにプリンになってないもんね。これ金髪やってたらわかるけどさ、ロマネさんの方がちょっと PC がそろそろあれなんですけど見た目の最低限のことは絶対に、やっぱ一緒に歩いてて恥ずかしいなって思われる男やりたくないなと思ってるんで。あー、そう、お客様に対して思わせない、はいはい、あー、笑顔がいいね。いや、ありがとうございます。なんかね、声もいいよね、なんかちょっと。本当っすか？エロいねなんかエロいね。ちょっとナダルっぽくない？言っちゃってる。あー、いいね、いいね。ノリがいいね、やっぱ。いや、やっぱ関西人なんで。もうちょっと 100% ぐらいやりたいんですけど。もうちょっとあの、100% のナダルさん欲しいな。あー、わかりました。ちょっとあんまやったことないですけど、いきますね。いっちゃってる。おー。あー、いいね、いいね。よ、もう完璧です。素晴らしい。うん。なかなかないよね。あの、関東のホストにはない。そうですね。あの、敵を。瞬発力っていうか、はい、うん、お疲れ様でした。お疲れ様です。ロマネが全然思わなかっただから明日は、はい、とりあえず配置換えしたいなと思って。湿度と俺自分ですか？なんか観点違いそうじゃん、はい、で、ロマネ代表総合チームで、はい、って感じで、はい、まず最初の一番のこと、あれ、影武者っすか？ローランド影武者、失礼します。どうぞ、よろしくお願いします。いやいや、おもろすぎるやろ、どういうこと？いや、なんか俺最初見た時にマジで絶対ないなと思ったけど、はい、まず数字取れそう。うん、しかも意外と喋ったら普通のやつ、うん、うん、俺は採用ですね。採用なんだ。採用です。三角ですらないってこと？うん、いや、もう採用です。いや、丸やん。はい、色もんだと思ってる。思ったけど、料理の世界に、まあ、しかも専攻が中華で、中華を13年やってて、で、まあ見た目ちょっとあれですけど、今もあの見た目あれ、なんかそんな何回も言わんでいい。今はあの、ね、うどん屋の店長やってて。店長なんだ。店長です。すごい多分努力できるし、多分物事が多分逃げない。ずっと、あの料理人の世界とかもかなり厳しいので。てかさ、エントリーナンバー1番で一番最初も応募してるんだよ。めっちゃ早かったっす。めっちゃ早かったでしょ。めっちゃ早かったっす。だから多分本気なんだよね。そうですね。本気の熱いさ、ローランド的なやつとかさ、ザクラ坊主が一人ぐらいやっぱいないといけないよなって気になってきた。一族の人間じゃないですかだってローランド一族作るか三兄弟行くか。めっちゃ多いやん。行くか。分かりました。じゃあ1採用でいいわ。2番のさ、あのダンサーの子さ、よくなんか鼻ねえなと思ったけど、多分普通にさ、すげえいい子だなと思って。あれ、どう評価？
あ、採用です、はい、採用そう採用、はい、まあローランドさんに憧れてる、うん、ローランドさんになりたいっていう部分だけちょっと引っかかったんですけど、うん、ホストは何でやろうと、うん、ホストになりたいと言いますか、本当にローランドさんのようになりたくて、うん、なんでそこ引っかかんの。いやいや、まあ誰かになろうじゃないじゃないですか、僕だって。まあまあまあ確かにね、かオリジナリティ大事だからね、はい、なんかまあ自分もっと欲しいなっていうのはあったんですけど、まあ俺はすごく採用ですね、これは採用、はい、採用11番の方あ、これあれっすね、11番、俺マジで俺超お気に入りなんだ。これはもういります、いい、いるよ、絶対あります。なんか向いてそうだよね、向いてると、しかもなんか山田そうなんだよね、ああいう子ってさ。ジュニアはもう強一ですね、あ、スターバックスの町谷、町谷、はい、町谷はさ、スターバックス、安心のスターバックスルックスもいいし、歌もうまいし。歌歌ったの？歌めちゃめちゃうまかったです、はい、めちゃくちゃうまかったですね。愛がしらけてしまわぬように。でもこれはもう採用だね、採用です、採用です、はい。18番の方ですね。18、ニート、ニート。ああ、シーシャ。取ります。取るよな。はい。てか、世の中ニート、一人を減らすべきだと思うんですよ。21番、後期。うわぁ、もう。フェリバス。圧倒的に採用ですね。ノリもいいし、あの、まあ、ザ・関西のホストだなっていうのは。あと、経験者4番。これ難しい。一応、あの、丸には知るんですけど。あれ、丸なんだ。一応。ヘルプだったりとか、あとは、まああのまあ、神奈川から来てるじゃないですか、うん、そのなんかやめねえなっていう、なんかいやいや絶対ねえぞマジで。まず職歴が多すぎる、はい、なんか金属何年ですかって言った時になんかここの金属触って。そう、髪型はそうコンビニで働けるんですよ。いや働けないです、今日はあのヘアメモしてきました。金属はどれぐらいですか。金属どのくらい働いてたか。あ、そう、その件。あ、すいません。多分その会話が成り立たねえだろうなっていうのは、なんだっけ、めっちゃ酷評したの確かに。揚げ足取りまくってたよ。あ、そうなんだ。じゃあ塞いようかな。割れそうなのがこのさ、5番のさ、あのめっちゃ笑顔さ、いい子いなかった。覚えてない。ああ。ちょっと押してみた。失礼します。お願いします。あ、どうぞ。お願いします。いいことあったの。え、いや、そんなことうん、特技が笑顔なんで、ずっと笑ってます俺は正直いらないです。いらないですよ、なしですね。なしなんです、なし、あの会計士いらないです。売れるかって言ったら、まあ結構厳しいと思うし、っていうのがあるんですけど、うん、まあ、特に一番最初、まあ、その未経験とか多くて、まあ、基本業務を教えとけで、そこはできないっていう人が一番めちゃくちゃ多いんですけど、うん、結構この子、パーソルとか教えたら、うん、まあ、学歴やったからね、がっつりすぐ飲み込んで基本業務をこなす意味では風合わせってことになっちゃうんですけど。いや、風合わせだったらいらないし、まあ、そうね、本当に薄っぺらい。いや、なんか俺が思ったのは、もともと税理士やってて頭がいいわけよ。だからなんか裏方だったらありかな。じゃ裏方だったらいいと思います。ホストとしては、まあ、まあ俺もでもなんか保留ぐらいな感じ。笑顔はめっちゃ良かった。これは採用基準には全く満たさないですね、キャストとしては。まあまあそうだな、数合わせにもならないです。基本この子良かったですね。せいや、せいや、あのすごい可愛い、可愛い系で、あ、可愛い系、はい、中性的な顔してて、でバーであの経験してて、あの男性のお客様に好かれることが多いって言ったんで、まあ、同性に好かれるのもすごい大事だし、多分そういう意味じゃない、そういう意味じゃないと思いますけど、同性に憧れられてんじゃないのよ、あの感じは。普通に狙われてる。狙われる。そこですか。なんか男が野郎が憧れて、もうあの人になりたいですみたいなのか、あの人強いみたいな。それじゃないですけど、酒癖悪いらしいよ。で、僕酒癖悪いかどうかで言うと結構メンヘラになりがちなんですよ。めっちゃモチベが上下する。ああ、そう、モチベは言ってましたね。だから確かめなんかメンヘラ臭あったんだよね。まあ一旦これでしょ。まあ俺、うん、別になんか可愛い系コンポ別に俺可愛い系好きじゃねえからさ。うん、14番の方。あ、大根みたいなさ。黒髪のパーマの。もう真面目すぎて。うん、なんか、うん、真面目すぎて、あの俺も。おもんない。なんか引っかかる分がなくて。わかるわかるわかる。17番です。ね、プレゼン集もう採用、採用、採用です、ね、マジで絶対感覚やばいですね。いらねえ、いらねえ、いらねえ。公務員という仕事に退職願を出してきました。よろしくお願いします。公務員して何してんの。市役所です。
でもやっぱりこう地方公務員の方がプレゼン資料もここまで作って売り込んでくるって相当だと思いますし、この方がその大阪店に所属するメリットっていうのは計り知れないものがちょっとあるんではないかと。見え方は分かるよ、言ってることは分かるよ、なんか公務員が働いてる店みたいなのは分かるけど、うん、そこら辺はあんま俺気にしないですけど、うん、あのまず、はい、俺らがないなと思った理由はなんかやっぱ俺は接客で勝ち上がってきた自負があるから、見た目とかじゃなくてね、はい、接客やっぱ見ちゃうわけよ、空気感とか、うん、でなんかとある芸人さんの話になって、はい、その芸人さんの俺の好きなネタ出したら、あなんか絶対知らないでしょみたいな温度感の愛想笑いずっとしてて、お父さんが笑って出したら出るんですけどやってましたからね。え、そうなんですか。絶対知らないでしょ。いやいやいや、どのようって分かってます。絶対じゃないでしょ、今の笑いでしょ。何でそんな愛想笑いの質低い。いやいやいや、分かる、なんか薄っぺらい嘘ついて、うん、接客でなんか女の子に気使わせそう。まあ俺の中ではまあ結構接客だったりとか、あの正直一番最初って別にそんなできないじゃないですか。なんか全員が全員あのノリが良くてコミュニケーション能力高いかって言ったらそうではないし、ただこのコミュニケーション能力が低いわけでもないから、入って教えていけたらいいかなっていうのは。いや俺空気読めないと練習してどうにかなるのかなっていう、なんか分かんない漠然とした疑問。ちょっとコミュニケーション苦手だなとかは直せると思う。でも俺の持論だけど、空気読めない、温度感を察知できない、多分これ生まれつきの能力だから、だとしたらお客様に気を使わせることになりそうっていう俺の懸念。内勤ならまあいいけど。これは19番。19。あ、とっぷりの子だ。この子どうだった？どう？保留です、ね。保留なんだ。ダメ？保留です。スーツとかで良かったよな、はい。この子も引っかかるところが全くなかったかなと。まあこれも内勤だったらもう即取るんですけど。なんていいニュースがあるんですよここで。はい。なんと彼内勤でもいいって言ってるんですよ。じゃあ内勤で取りましょう。いいよね。武田鉄矢さんは。これはあの保留ですね。保留。その内勤さんじゃないですか。じゃけ今の子が入ってくれるんだったら、責らないかな。マジでこれ大阪結構不安になってきた。1000万売れそうな子はさ、もう俺マジであのラリルレロ業しかいない。他1000万売れる絵が浮かばね。なんかさ、的場とかさ、あれはちょっと、いや、ソータとかさ、いや、あれはもう、いや、ああいうのだったらなんかうわってなるんだけど、まあ1日目はちょっとなかったな。まあそうっすね。よろしく。よろしくお願いします。利用してもらっていただきます。お願いします。はい、24歳、香川県出身、秋代、エイ秋代って言います。エイ秋代。はい、出た、自衛隊。はい、自衛隊来たぞ。はい、失礼します。すごいすごい、もう気になるわ。お笑い芸人なんですか。あ、そうですよ。お笑いやってて、今年の6月まであの吉本の方で、今日めちゃくちゃ今団体の中で。どうした？どうしたどうした。一人暮らしでバーン。やっぱホストっていうその職業を通して、女性のその心境とかっていうのをいろいろ知りたいなっていうのを。やっぱでも俺ら研修施設じゃねえからさ。普通にちょっとかっこいいよね。ありがとうございます。待って、スタバ。スタバ。合格です。はい、合格です。